言語取得の目的を作るときは、目的は曖昧だと具体的じゃないとダメみたい。はい、ちょっと詳しく想像して作った方が良いだと聞きました。はい、だから今なんか立ち上げましょう。私の言語取得の目的。皆さんこんにちは。私はもう10年以上日本で住んでます。だから言語取得はちょっと至急なことです。もうみんなとなんか会話とかなんか文化の勝る時とかもらこにやりたい。だからちょっと今は目的を立ち上がろうと考えてます。はい、まずは私の一番一般的な言語取得の目的は日本で楽に住みたいです。はい、それは心からの憧れてることです。はい、全部読みたいとか全部の話を知りたいとか理解したいとか、もう漢字を読みたいとか、そういう気持ちは重いです、私の心の中に。はい、だからちょっと言語取得に頑張ってます。はい、でもそういう楽に住みたいっての目的は曖昧みたいね。なんか楽ってどんなこととか、そういう詳しく想像しないと、詳しく提示しないと手に入れられない。そう、そういう考えがあるから、ちょっとじゃあ説明してみましょう。はい、日本で楽に住みたいというか、まずは会話、楽に会話したい。はい、あの何人の人もの中でも2人だけじゃなくて、2人の会話だとちょっと簡単だって相手はあの許して合わせてくれるから、あの言葉見つかってる言葉とか分かるようになるため、相手は優しい言葉使ってるとか、そういう時も多いです。でも他の人とかいるなら3人で4人で話一緒に会話したら、もう私は入れない、進むのはできない、その会話は無理。私時々できてるけど、でもそれはたまにある。そう、いつもじゃない。だからそう、会話、絶対会話に楽にやりたいこと。はい、次は映画、私が大好きなの。日本語で見ると映画は半分もいけない、半分もわからない半分以上わからない。はい、なんとなく考えは概要とか、あのなんとなくあの理解できるけど、でもそこまでだから映画を日本語で見たいです。はい、100% 理解したいです。はい、次はニュース。ニュースで日本語を使っている言葉はレベルは違います。もっと難しい漢字だらけ、深い日本語です。でも大事だから、ニュースだから知りたい、理解したい。はい、だからそれは私の目的です。その楽に日本で住みたいことはニュースを理解したい。はい、で
多分最後は読書。私は読書が好きなんです、英語で。でもそれは日本語でもやりたい、読書をやりたいです、日本語で。はい、どう？私の目的はちょっとぐらい詳しくなった、ちょっとぐらい具体的になったと思う。私の目的はね、全部ほとんどはインプットなの、理解したいだけです。はい、それは私の一番祈りです。なんていうの、言語したところには理解したい。はい、それは、はい、本当にそれだけやりたいの。私はアウトプットしなくても大丈夫いや、多分だってインプットができるとアウトプットも、もう次手に入れられるから。だからとりあえずインプット理解したいです。はい、日本語、はい、まずはね。でもやっぱりこの目的はまだまだ時間帯もないし、あとまだ曖昧。でもこの目的はちゃんと書いてたよ、ちゃんと心に覚えといたの。はい、私はこれ欲しい、やる気になるけど、でもなんていうの、この目的はちょっともうなんていうの、道は長いから、これを手に入れる前にちょっと遠いの、まだだから集中しない方が良いみたいです。はい、これやりたいやりたいやりたいっていう気持ちはやめた方がいいです。なぜかというと、道をなんていうの、難しく見えるから、楽しめられないの、道は。言語習得の道を歩くときは絶対に楽しんで歩んだ方がいいです。だからそんなに目的、道の終わりまでそんなに憧れない方がいいです。はい、今の状態はなんか今の何やってることはなんか辛くなるから。はい、目的はした方がいいけど、なんでこの言葉を取得したいか、その理由はした方がいいけど集中しない方がいいということです。はい、絶対に現在のことの方が楽しんでやった方がいいです。だからこの素晴らしい目的はちょっと簡単にしましょう。うん、毎日と月的と都市的の目的、私も作ったんで。はい、まずは日常の毎日の目的は15単語、新しい単語出会うこと。はい、15、それはなんか低くなってもこうやっても大丈夫です。で、忘れても、それはこれは大事、忘れても大丈夫です。そんなに厳しく覚えられなくてもいいです。忘れることは言語習得の道で普通だから、忘れても大丈夫。でもとりあえず15単語毎日で会いたい。はい、辞書で調べて意味を分かって、あと感覚を反復システムに入れる。それは当てるかどうかわからないんだけど、でも英語だと SRS システム、スペースレペテーションシステム。はい、感覚反復法、当てるかも、当てると思うそれは入れる、覚える練習方法があるため。はい、なんか例えばポッドキャストを見て、例えば20単語
新しい言葉が出会って、その SRS システムに入れて、ちょっとポッドキャスト終わったら、ちょっと軽くに、これ何これ何とか、意味が覚えてるかとか、簡単にやる。はい。私は新しい言葉であったら、意味が分かったら十分楽しいから、それはいいけど、でも、厳しく覚えたらちょっと難しくなる。なんか、でも、何度も覚えてみると、忘れちゃうの。なんか出会わないと、あと、コンテクストが忘れてるとか、忘れちゃうとか、言葉を忘れちゃうの。それはしょうがないんだから。それは、もう、習ったからもう長い間日本語を勉強する。忘れてる言葉も多いから。でも、ちゃんと、また出会うから、絶対に。出会ったり、また覚えたり、ちょっとずつ、少しずつ、脳の中に、強く入るから。だから、それは大丈夫です。はい。それは私の毎日の目的です。はい。あとは、次は漢字。私は漢字を覚える方法はちょっと少ないです。来年の2月まで、ちょっとそれはもう楽。楽の間も、今からもう3ヶ月半かかる。その時まで、もう常用漢字を全部覚えたい。はい。この本を使う。はい。多分、他の日本語を勉強してる皆さん、この本を知ってると思うんだけど、はい。ちょっともう5章まで読んだことあるんだけど、面白い本なんで、はい。多分、楽しく読むことはできると思う。で、これで来年の2月まで読んで、ちょっと漢字の半分の戦い終わっちゃうと思う。はい。これは、書き方と、漢字の意味が覚えられるから、漢字の戦い半分が終わる。はい。あとは漢字の読み方と、使い方。それは時間かかる。でも、とりあえず、全部の常用漢字覚えられるから、ちゃんとその方の勉強したら。はい。それは楽しみにしてる。はい。来年の2月まで、この、肝心の覚えることを終わりがある。楽しみにしています。はい。あとは、最後の目的は、ちょっと最後の、具体的な言語取得の目的は、日本語能力試験の N1 受けたいです。はい。私はもう、N2 までもう合格したんです。で、一回 N1 を受けて失敗しました。はい。またチャレンジしたいです。はい。でも、ちょっと、この目的は、日本語能力試験の目的は、ちょっと微妙なんだけど、なぜかというと、私にとっては、N1 合格する目的と、流暢になる目的と違います。はい。試験と、実際の言葉を使うときは、それは違う。その与える方法は違います。はい。でも、私の作戦は、流暢になる方法を追いかけて、多分、能力試験も合格できるかなという、思っています。はい。だから、そんなに気にしないで、能力試験を、ちょっと、とりあえず漢字を覚えるのは終わらして、あと、
いっぱい読んで、いっぱい聞いて、理解力をちょっと上がって、多分1年、2年かかる。入力試験も合格できる。はい。プレッシャーがないように、2年までかな、できる。来年は見てみる。もう準備ができてる、できるか。受けられるか。入力試験。見てみましょう。でも、多分、再来年は絶対にも N1 を手に入れたいな。もう N1 合格者になりたい。はい、絶対。それは、ルッチの気持ちがあると思う。はい、それは、N1 を合格したら、ルッチになったっていう気持ちがある、絶対に。励まされる。はい、それは私の目的の話です。どうやって追いかけるか、この目的を、この動画で説明しました。はい、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。見てくださって、また今度ね。